ありがとう。お掃除終わりました。
あれ、もう終わりですか？落とし物をしてないよな。私もお役に立てたなら光栄です。まずは呼びかけに応じてくれたことに感謝したい。海域は今なお拡大している。このまま行けば人類は滅びの一途をたどるだろう。食料、物資、清浄なる大地、それらは枯渇の時に瀕している。すでに猶予はない。この状況を必ず打破しなければならない。故に今日我々はペンリル本部奪還作戦を実行に移す。海域に沈んだペンリル本部、そこには豊富な物資に加え薬剤で失われた様々な技術情報が残されている。我々が目指すものはただ一つ、ペンリル本部地下プラントに眠る対荒神決戦兵器オーディン。かつて荒神殲滅を目指して作られたこの巨神を我々は対怪奇用の兵器へと改修する。人類の英知を再び結集し怪奇の脅威を克服するのだ。諸君らキャラバンは。そんなことができるのか。オーディンを怪奇対策に応用する技術は確かに議論されていた。けれど巨大ゆえに莫大なエネルギーが必要で、それは結局解決できないままだったはず。でかい図体で大食いってわけだ。荒神みたいだな。総督、一つよろしいか。あの領域には海域種荒神が救っていたはず。そんな場所に特攻を仕掛けろと、割に合わない仕事と言わざるを得ませんな。違いねえ。そんな仕事は使い捨ての英治にでもやらせときゃいいんだ。確かに我々は怪奇種荒神への有効な手段を持たない。小型の怪奇種ですら大体投入で勝敗は5割以下。かの存在に対し屈するほかない状態にまで追い込まれていたと言ってもよい。これまではな。
だが彼らはこの偉業を成し遂げてくれた。一小隊のみで大型の怪奇シュワラガミを討伐するという偉業を。こいつは確かに怪奇シュ。バカな、大型の怪奇シュワラガミをこの人数で。紹介しよう、イルダ・エンリケスと勇敢な戦士たちよ。クリソンスマムに鬼のような強さのエイジがいるとは聞いていたが、まだ子供じゃないか。確かにただものじゃなさそうだ。あいつはまさか。めっちゃ注目されてんだけど、手とか振った方がいいのかな。いいから静かにしてろ。クリサンセマムの諸君らが根治作戦の決死隊となり先陣を切る。彼らならば必ずフェンリル本部への道を切り開いてくれよう。作戦参加の判断はあくまで君たちに委ね、強制はしない。実力が見込めない場合には危険であると判断し参加を辞退してもらう。それでは解散。後日正式な作戦要項を通達する。どうしたの？いや、何でもない。奪還作戦の成功は俺たちにかかってるってことだよな。牢獄でいたぶられていた俺たちが今や人間の未来を左右する戦いの中心にいる。俺たちの価値を認識させるいい機会だ。もう待つ必要はない。前へ進めば掴み取れる。バカ、お前のおかげだよ。俺一人じゃここまで来ることはできなかった。お前がいるから戦える。ここからが俺たちの進化が試される。やってやろうぜな。送信を開始。サポートは任せてください。お仕事お仕事っと。気を抜かずに行かないとですね。めまいが。容赦はしませんよ。Thank you.
て。かも。いい仕事をした後は清々しいです。
フェンリル本部奪還作戦に向けてあなたたちとの契約の確認をしましょう。ピムを本部に送り届けるまでという約束だったでしょ。もう乗りかかった船だ。一蓮托生だよ。そうはいかないわ。価値を持つ者は多くを手に入れる権利がある。自分たちに価値があると思うのならそれを示し続けること。安売りは誰も幸せにならない。そういう意味じゃないんだけどな。あんたのところの台所事情だって分かっている。俺たちの取り分は減らしてくれ。航路の建造のロイヤリティ3割だ。アインを紹介してもらった恩義もあるしな。おかげで俺たちと子供たちの生活費も当面は自分たちで賄えるようになった。立派な懐刀があるというのは頼もしいわね。あなたクリサンセマムの寄進って噂されてるみたいよ。こいつだけはいくら積まれても渡さねえよ。分かっているわ。が入ってるんですよ。赤の女王と呼ばれるレジスタンスに関する調査依頼なんですけど、なんでもグレープニルの犬飼博士からの依頼らしくて、総督直々の匿名だから詳細は明かせないとのことで。ただ確かにここ最近赤の女王の活動が活発化しているんです。詳しい話はオーナーから直接聞いてもらっていいですか？の消息探し。ええ、グレープニルの中に内通者が潜り込んでいたそうよ。赤の女王の息がかかっているみたいで、この近辺で消息を絶ったと。赤の女王の潜伏先と目されるエリアの調査か。本当にそこにあるのか。それを調べるのも今回の作戦のうちってことね。情報もこれ以上はないわ。ま、そんなもんだろうな。頼めるかしら。犬飼いの依頼ってのが気に入らないが、蹴るわけにもいかないんだろ。助かるわ。よろしくね。赤の女王に関する情報はターミナルに移しておいたから、後で確認しておいて。作戦行動を始めてください。それでは始めます。
お仕事お仕事っと。行きますか。食らいつけ。
ですか？簡単な仕事でおじさんも嬉しいよ。カバン。ケーキに異常はありません。作戦行動を始めてください。いつでも出られます。手順の通りに。気をつけてください。気をつけろ。使ってください。どうぞ。人間自立最大化。自己の力を持ってます。やっちまう。
いじめですかね。